ヘイグはスコットランドの名門であるヘイグ家が始めたスコッチウイスキーのブランドです。ヘイグ家はスコッチウイスキーの歴史そのものと言われています。ホワイトホース、デュアーズ、ブラック&ホワイト、ジョニー・ウォーカーと並んで世界にウイスキーを広めたビッグファイブの一つに数えられています。ヘイグ家は1627年にウイスキー作りを始め、18世紀後半になるとスコットランド・ローランド地方を中心にいくつかの蒸留所を運営しました。1782年には当時最大級の蒸留所を建設し、1824年にはキャメロンブリッジ蒸留所を建設しました。このキャメロンブリッジ蒸留所は今ではディアジオ社所有の蒸留所で、ウイスキー以外にもビーフィータージンやスミノフウォッカを作っている大規模蒸留所となっています。そして徐々に注目を集めたウイスキーのブレンド事業にヘイグ社は本格的に乗り出します。ブレンド事業を本格的に乗り出したのはヘイグ社が初めて。1880年代には代表銘柄であるブレンデッドウイスキーを完成させました。ビッグファイブと呼ばれるにふさわしいウイスキーブランドです。